埼玉県民、別に浦和とか大宮じゃなく一番遊ぶところ池袋。はい、そんなわけでどうもトゲチャンネル、トゲでございます。ついにやってきました。2年7ヶ月ぶり声出し応援解禁です。いや、ほんとね、ホームではまだできてないですけど、まずここアウェー埼玉スタジアムからレースル日常を取り戻していきたいなと思っております。でね、また埼玉スタジアムもね、4年ぶり、4年前は確か台風の大雨でした。そんなね、埼玉スタジアム今日こんなに晴れてます。本当に久しぶりの声出し応援を祝福してるかのような天気で、でね、今日もね、レースル声出してレースルのことを応援して後押しして、まずはね、埼玉スタジアムでここから始めていきましょう。そのわけでね、今日はね、あのスタグルとかは紹介せず、いきなりスタジアムの雰囲気をお伝えしていければなと思っております。じゃあ、そのわけで早速スタジアムへ行きましょう。
かしはやら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 かしは そんなわけで、なんだっけ、2年7ヶ月ぶりの声出し応援のこの浦和レッズ戦、1対4で敗戦です。いやね、試合後ね、声出し解禁でまさかブーイングっていう展開になるとは、正直しんどいですね。なんだろう、何言ってもあれですけど、まあでも、レースの本当に今めっちゃしんどいです。うっせえなこっちは YouTube 撮ってんだよはい、そんなわけでね、次の柏レースの試合は9月17日川崎フロンターレ戦です。皆さん日立台来てください。まだホームで声出しはできないですけど、手拍子で皆さん今苦しいレースを後押しましょう。でね、こっそりやってました今日のレースをちゃんと一発目、もう何だったかも覚えてないですけど、チュニジアではなかったので、
福岡線ヤコバスで行きます。皆さんぜひ福岡線の動画楽しみにしてください。そんなわけでこげチャンネル、こげでした。川崎線皆さんパンパッチ配るんでよろしくお願いします。お疲れでした。あ、これが噂の We are Diamonds です。レッツの宣伝になっちゃった。